はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は前回のノストラダムス会のコメントでございます。何かですね、予言とかデジャビューに関するコメントをお願いしますと言ったんですよ。はい。実はね、いつもとは違っていて、昨日アップした動画のコメント読みなんで、そうね。1日しか経ってないんですよね。はい、はい。実質。うん。なんで、集まらないんかなと思ったら、余計こと集まりましたわ。読ませていただきます。はい、はい。はい。では行きます。最初はですね、木の上マリサさんです。ありがとうございます。10歳まで目の前の相手の未来が見えました。ほう。普通のことだったので、うん、何の疑問もなかったのですが、例に出すと、僕だけがいない街と似た現象で、私の場合は普通に会話をしている途中に突然白い霧に顔を突っ込んだ状態になり、霧の中に相手の直近の未来が見えます、うん、目の前で映像と音が流れて霧から出ると時間がループしたように予知した内容の現実がまた繰り返されます、うんうんうん、なので日常的に人の話を二度聞かなければならずかなりきつかったです。ほうほう。ジョジョのジョセフの次にお前は〇〇というを告げ行く感じです。面白いね。ずっと同じような人がいなかったのですが、最近同じ能力を持つ人を見つけました。トクモリザウルスのヤスさんのおばあさまです。へえ。どうやらユタさんは同じような力があるようです。10歳を過ぎるまでずっと私の予知した映像と違う行動をする人間を探して生活をしていましたが、ついに私が意識的に見えなくなるまでそんな人物は見つかりませんでした、うん、未来なのだから当たり前なのかもしれませんが、個人的には未来は存在するという証明になるような気がして興味深い実体験ですというコメントでございました。いかがでしょう。能力者じゃないですか、ね、能力者なんですよ。完全なる未来見えてるんですよね。近いところの未来しか見えないってことだよね、うん、そうですね。だってその次の瞬間にはもう同じようなことが繰り返る、ほんとほんとすぐ先、うん、ね、近近近未来みたいなことだよね。そうそう、いや全然前世みたいに言うやん。めちゃくちゃ近いなってところだよね、うん、だからそうそう、あんまり意味もないんだよね、うん、簡単に言うと。だから彼女曰くイライラするだけ、うんね、俺も思ったわ。ストレスたまるな、うん、それって。そうね、同じこと何回も言われるのってただでさえ腹立つのに、あの言ってたわ、むちゃくちゃ頭いい人がさ、うん、話してると相手が何話すか分かるから、うん、その通りに話すとイライラするんですって、うん、先読めちゃうよね。そう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 、うわこいつまた話したわ同じことみたいな、俺が言ってた思ってたことみたいな、まあ、でもあるよね、そのストーリー系のもの見てて、うん、こうなるだろうなって思ってて、うん、その通りになったらうわーって思うんですよ。やっぱりかい。でヤースーさんのおばあさま、うん、ね、ユタさんも本当にすごい人なんですけど、ね、その人もまあ同じような能力の持ち主だったって言うんですけど、うん、僕もう一人実は知ってるんですよ、同じ能力者。ほう。その人はね、霧じゃなかったんです、うん、その人はモニターなんですって。うん、ビジョンなんで、そう、うん、で全員が全員見えるわけじゃなくて、ふっと見ようと思ったらその人のね顔面言ってたかな、ちょっと上言ってたかな、ちょっと忘れたんですけど、うん、ぐーっとビジョンがね、うん、広がるんですって。でその中にその人の少し先の未来が映るんですって、うん、で、あ、この人はこうなっちゃうなーっていうのが分かる。でほっといたらやっぱそうなるっていう。なるほど、ね、同じような能力者なんですけど、まあ、霧の中に顔を突っ込むのとモニターかっていう違いなんですよね、うんうん、だまあ使えるとしたらじゃんけんぐらいよね。あー、そういうこと？すべてのなんか人生をかけたじゃんけんとかなら、うん、確か意味あるなって思ったけど。カイジじゃねえか。あんまり。エスポワール号だろ。なんか俺だからどう使うかを考えちゃうんだよね。能力あったら。うん。うん、面白い。さっきっていうのは確かにな。うん、あの、あ、競馬とかだとダメなのか。先すぎるのか。全然足りない。うん。うん、パチンコだといじらないし、意味ないな、うん。そうよな。そう、だから使えるじゃんけんぐらいしか思い浮かばない。確かに、じゃんけんしか。ないな。あとボクシングはあれか、反応しないのか体が。そうか、そうか、そうか、うん、来るって分かってても食らうし、うん、そうか、じゃあ腹立つだけなんだ、うん、そうそう、だからあんまり使いようがない。そっか、で10歳で切り捨てるのも分からなくもないっていう感じした、うん、で、なんかね、この人アイコンっていうんですか、うん、あれがちょっと可愛らしかったんで、はいはい、なんかね、漫画というかアニメなんですよ、うん、これなんかやってる方かなと思って調べたら
エロ漫画家さんでしたね。へえ。でしかもかなり美人の方で。はいはいはい。はい、まあそんだけなんですけど。なんだそれ。何の情報で。まあでも面白い。うん。すごいですよね。すごい能力あるんだ。面白いなと思いました。続いてでございます。続いてレオンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。デジャブとは違いますが、少年野球でレフトを守っていた時、すごい体格のいいパワーヒッターがバッターボックスに立った瞬間、うん、白いラインがぼやっと見えて、直感的にここに飛んでくるって思えた。ファールラインあたりまでスタスタ歩いて、白いライン軌道上の顔のあたりにグローブを構えて待っていたら、ものすごいライナー性の打球が軌道通りにスポッとグローブに。なんであんなところに歩いていたの、ファインプレーだったなと監督や仲間に不思議がられましたが、自分的には全く不思議に感じず、うん、ここに来るから当たり前に構えて待っていただけなのに、なんでみんなそんなにびっくりするんだろう、全然普通じゃんって冷静な自分がいました、うん、今思うと不思議な体験です。なかなか話すきっかけがなかったですが、いい機会なので投稿してみました、というレオンさん。なるほど。なんですよ、うんうん、すごくないこれも、ま、予言とかそういうことではないけど、うん、多分あれよね、だから予測のやつがものすごいゾーンみたいなのが入ってて、うんっねうん、振り切っちゃっててよ、もう完全にそこに来るっていうのがもうなんとなく見えちゃったっていう感じよね、うん、なんかゾーンってさ、でもなんか本当に一流の選手しか使えないっていうイメージなんですけど、うん、少年野球の時点で使えてたら、うん、すごいね、俺もあるよ多分それ近いの。本当出ましたよ。いやいや、かっこつけてますわ。本当あるある。かっこええかっこええ。いやどういうゾーン教えてみよう。ほんだら、いや俺サッカーやってて、うん、でね、中学校の時に、うん、もう基本的にその時のプレーなんて大体覚えてないんだけど、うん、俺いまだにもう30超えていまだに覚えてるプレーが1個だけあって、うんうんうん、それがあの中学校の時の練習試合でやったアーリークロスなの、うん、それ前も言ってたな。で、うん、そのアーリークロスだけは、うん、もう本当に軌道も自分の想像した通りだったし、うん、そこにそいつが走り込んでるっていうのがなんとなくもう、うん、頭でイメージできてて、はいはい、完璧にイメージ通りになったのが唯一一回だけある、うん、でそれ、はい、いや完璧じゃん全く一緒やんだって俺ないな、まあまあ、今まであんまないですよ僕も。だから1回しかないんで体験してみたいけど、だから思った通りに行ったってことよね自分が思い描いた通りに、うん、ってかちょっとそう自分の上限を超えた感じになってたわ、うん、びっくりするぐらいね、うん、本当にいたって思った、うん、まあそれは確かに面白いわ、うん、ゾーンっていうとだから球が止まって見えたとかですけど、この人でなんかゾーンと少し違うことない、うん、ここに飛んで見えるっていう予想、うんうん、でもなんかパワーヒッターって分かってて、はい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 、その情報が頭にあるじゃん、うん、やパワーヒッターで引っ張ったらこっち来るだろうなってなんとなく予想できるじゃん、うんうん、グローブ構えたらそこに、そうそう、でそれが本当に多分びったしあったとか、うん、そういうことなんじゃないかな。鷹の目とかってね、上空から見えるみたいな話もありますしね、うん、なんか面白いなと、はあるかも、はい、思います。続いてでございます。続いてがモカフラペチーノさんです。ありがとうございます。はい、予言と言えるかは分かりませんが、昔に体験した話を書かせていただきます。20代前半のある年の年末あたりに男女の友人数名で夜中まで遊んでいました。日にちを超えて数時間経ってから解散することになり、自分は友人の妹とその妹の友人を車で送っていきました。送っていった際に使用した道は祖母の家の近くで待ったためよく使っていました。友人の妹は車から降りると、私のこと信じてと言ってきました。突然すぎて頭の中にクエスチョンマークがいっぱい出ました、うん、今通ってきた道で帰らないでと言われました、うん、その後立て続けに今後嫌われようが変な目で見られようが構わない、今だけは私を信じてとすごく真剣に言われたので、言われた通り送った際に通った道を通らず別の道で帰りました、うん、翌朝母の話で全て理解できました。祖母の家の近くの道で大きな事故があったそうです、うん、どこの道か詳しく聞くと、まさに送っていった際に通った道、うん、時間帯も深夜でまさに自分が帰る時間でした、うん、もし言うことを聞かずにその道で帰っていたらと思うと、友人妹に感謝です。その後友人妹が背後の薄い人などが見えたらしく、さらに驚かされることがありましたが、機会があればコメントで書かせていただきます、うん、というものでございます。これもまた未来予知というか未来のビジョンが見えたっぽいっすよね、うん、話聞いてるとね。
なんか虫の知らせみたいな感じというか、うん、九死に一生懸命よくある話だね。そう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 、そんな感じはすごいしますね、うん、あのね、もうこんなん言うのもあれなんですけど、腐すというかようであれなんですけど、うん、うちのね母親も敏感なのよ。何に対して？あの事故。事故、うん、うん、事故と人の死に対してすごい敏感で、うん、俺ほんま気持ち悪いって未だに覚えてるんですけど、うん、あのね、僕の田舎がねもう山奥すぎて、まあ、岸本さんも来たことあるから分かるけれども、近くに飲食店が全くないのよね。飲食店はおろか、うん、何もなかったですよ。え、あ、ごめんなさい、あの怒りを託そうとして何も喋れなかった、うん、いや飲食店はおろか何もなかったですよ。いや本当だから何もないです。もう本当言うようにマジで何もないんですよ、うん、人ぐらいしかいなくって、うん、で人もおらんよ。人もおらん、人もおらんですよ、うん、何にもないんだ、何もないんだから、さらち、うん、野球すんのかなこれから。いやいや本当ドーム何個分かさらちみたいなとこなんですけど、うん、まあそういうとこなんですよ、うん、で母親となんか家族とかでねご飯食べ行くってなったら、もう山登ったり下ったり登ったり下ったりして町の方まで行って飯食うのよ、うん、でまあそのある日もですね、あの山登ってね奥のところにあのねファミリーラーメンだった、ラーメンファミリーっていうね、あのファミレスのラーメン屋があったのよ。うん、中華系の。そう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 、ほんでそこ食べ行こうって言ってたんですけど、うん、まあ、普通にいつも通ってる山道があってね、そこ行こうとした母親が急に車ふっと止めるんですよ、うん、どうしたんって言うたら、あのここダメだわって言って、うん、体動かん、うん、ここ通っちゃいかんって言うとるわ体がと、うん、別の道から行こうと言ってふーっと引き返して違う道から行ったんですよ、うん、でもそこ別にその日何もなかったんですよ、うん、何もないじゃんと思ったら数日後にそこ土砂崩れて道全部埋まったのよ。へー、だからすぐ先の話じゃなかったんだけど、まあ、だいぶ先にそこが土砂崩れになるっていったビジョンが見えたのかなと思って、なんか危機察知のなんか勘が働いたんでしょうね、うん、そうそう、で聞いても別に何もただただ気持ち悪かったからみたいな、なんかレスキュー隊の人とかそういう人いるわ。あ、いる、そういうなんかもう本当にここ危ないっていうのを匂いで感じたりとか、うん、そう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 、なんかいつもと違うっていうのも肌で分かる、感覚で分かるっていうよね、うん、それで持ってんじゃない、近いと思うんですよ、ね、山育ちだったら。ええ違ったっけ。いやいやいや、山育ちではないんだっけ。山育ちではありますけどだよ、ね、うん、山育ちだし、うんうんうん、あの学生時代いじめられてたんか顔に塩酸かけられましたけどそれは関係ない。あ、ですか。めったない都会だろうか、どこだろうか、すいません、嫉妬でね、うん、嫉妬で顔に塩酸かけられたらしいっすわ、うん、その他にも人のね亡くなるみたいなのすごい敏感で、うん、急にね荷物まとめ出すんですよ、うん、俺もう離婚すんかなと思って、うん、結構の荷物まとめてたから、どうしたんって言ったら大阪行くからって言うんですよ急に、うんうん、なんで大阪行くのみたいなこと言ったら、うん、いや多分呼ばれるからって、うん、感覚感覚って言って荷物まとめ始めて、でも行かないんですよ、うん、置いてるだけ、うん、数日後に大阪の人亡くなって、うん、葬式行くんですよその荷物持って、うん、なんで分かったんみたいな、事前準備してた、そう、気持ち悪い、うん、この人って思って、しかも急死だったから、あの体悪うて用意しといてなもないんですよ。ね、うん、思った、そう、病院行って、うん、あと余命がとかだったら分かるけど、全然ない、もう急死らしいから行ってくるわって言って行くみたいなのがあって、ちょっとね死に敏感なんだ。そう、死と危険かな、うん、に敏感な人だから、ちょっと同じような多分能力者ってね、うん、多々いるんだなって思いますね。そうですね。いや、どういうことですか。どういう風に話を終えたらいいか分かんなくて、すいませんね。いきます。M 岡本さんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。以前勤めていたバイト先の方が予知能力、霊感があるようで、2019年の夏に2020年のオリンピックはないよと予言していたのが忘れられません。その時周りにいた人は、いや、オリンピックがなくなるなんてテロか戦争でも起きんのか、ありえへんやろぐらいのリアクションで、もちろん私も信じていなかったのですが、びったし当たってますよね。うん、衝撃でした。ちなみにその人は友人の部活、かっこバスケ部の試合の応援によく行くそうなのですが、ゲームの点数まで予知できてしまうため、負けると分かると見ていられず、試合の途中で帰ってしまいます。なのでその人が応援に来た時はメンバーは試合自体よりもその人が帰ってしまわないか気が気でなく、試合に集中できないため応援に来るなと言っている、うん、とその人の仲のいい友人も話していました、うん、予知できてもこんな弊害もあるんだなと思ったエピソードでしたというのです。うん、すごいっすよね。え、どの時点でつった、2020
年が19年2019年の時点で分かってたのか。だから僕の方が早いのかな。僕の方がお兄さんだ。いや、まあその話を説明しなきゃいけなくなるから僕も当ててる。僕も予言者なんで概要欄見てください、うん、そうなんですよ。なるほどね。そのちっちゃい、そういうさ、大きな予言でなくて、ちっちゃいね、自分がいたバスケ のレベル、バスケの点数で分かって、うん、つまんなって変えちゃうってね。まあでも確かに結果分かってたら、うん、ちょっとつまんないなって俺は思うけど、まあそれでも見られる人もいるけど、ね、僕は楽しめるタイプなん で結果知らないと僕見たくないタイプなんで、うんうん、映画とかもつまんなくない？結果分かってると見えちゃうでしょ、うんうん、あ、こいつつきつかないんだとか、恋愛とか映画とかにはかかるんかな、うん、分かんない。なんかちょっとあれじゃない、芸術作品とか動画とか、そういうのも未来って、未来って感じじゃないじゃん、まあね、その決まってるものだから、出来上がってるもんだしね、うんうん、ネタバレやもんな、ただそうそうそう、うん、確かに。ってことは多分ちょっとニュアンス違うと思うけど、うん、バスケの趣旨はまあね、っていうかその顔に出さなきゃいいだけなんだけどね。まあね、その人がね、うん、まあでも嫌なんでしょうね、落ち見えたら嫌だみたいなもんなんでしょうね。それこそでもそれならいろいろ、あのいろいろ使えそうだけどね、その能力なら、うん、そうそう、この後そのまあ負けるって分かってたら、じゃあどうポジション変えたら勝てるように未来が変わるんだろうとかさ、うん、そういう風に使っていったらうまく、うん、すごいいいと思うんだけどなと。すぐ競馬行くね、それだったら。マジで、まあ、競馬当てられそうやな。競馬協定すぐ行くけどな、うん、ビリビリビリってその人が決まってないのに破るんですよ帰っちゃう。いや、なんで外れるの買うんだよ。だからいやいや、分かんない。あ、そういうことね。そう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 、走り出さないと分かんないタイプ。うん、うん、じゃあ微妙だなあとね、うん、実は宇宙だな、いろいろ奥さんにまつわる予言がありまして、はい、予言、あのまあ、1日後の、コメント読みだから集まらないかもなって言ってたんですよ、うん、ほんなら奥さんが、あ、じゃあこれ思い出したからこれ使ってよって急に話し始めたんですけど、うん、それが結構すごくって、それを話させていただきたいんですけれども、うん、はい、奥さんがね、まあ、学生時代ですよ、クリスマスにプレゼント買い行こうと言ってお父さんの車乗ってね、うん、ふーっと寄せたんですよ、うん、でなんか都内から埼玉の方に向かうの見ちゃったんですって。ふーっと運転してたら、その車にね、バイクが横からぐーっと来てドーンとぶつかるんですって、うん、でガチャーンと転んで、でまあ大きな怪我なかったんですけど、うん、病院連れて行かなって言って、うん、で乗せて行ってたら、うん、その人がうわー言われたのにーって言うんですって、うん、なんでバイク乗って移動しちゃったかな言われたのにーって言って、うん、どうしたんですかって気になるから聞いてほしいみたいな感じやん、うんうん、どうしたんですかって言ったら、いやー実はね、昨日ね占い師見てもろたら、うん、あのクリスマスはね、外出るなと、事故するからって言われてたんですよ、うん、言われた通りに家にいりゃよかったなーっての聞いてゾッとしたって言ってて、ほんまにその人が見てもらってすごい人なんだなって思ったって言ってましたね、うん、へー、うん、いるんすよ。なんで出たんだろうね、知らんそこまで分かんないです。聞けよって思って、だって占いまで行ってるじゃん、行ってる、行ってるってことはアドバイスが欲しい人だから、欲しかった欲しかった、大体そもそも信用しちゃってるわけ。まあそりゃそうよ、そもそも、うん、で無視するんだって。そうですよ、じゃあ行くなよって思う。まあクリスマスどうしても出なきゃいけない理由ってあるじゃん、いろいろね、まあ、女性関係とかクリスマスにも一緒にいられないような男なんて嫌よって言われたから出ちゃったとかね、うん、うん、知らんけどね。逆にそれで済んでよかったよね。うん、よかったよかった、本当に。ね、事故ってだけだったから。うん、しかも、まあ、大きな怪我じゃなかったから、うん、これがなんかダンプとかやったらさ、うん、もう怪我じゃ済まないからさ、まあ、それでよかったなと思いますよ。はい。ほんまに。というですね、まあ、いろいろですね、予言とか、デジャビューですね、送っていただきました。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。